東西文はアメリカ合衆国の物理学者。全米技術アカデミー、アメリカ物理学会、国際情報ディスプレイ学会、香港科学アカデミーなどに所属。ロチェスター大学の科学工学科、科学科、物理、天文学科名誉教授、香港科技大学教授などを歴任。東西文の主要な業績は u ケルの発明。 ヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の発明、そして有機エルディスプレイ技術の開発である。有機半導体材料と有機エレクトロニクスに関する等の基礎研究及び産業化における研究は業界でも認められている。2006年、等は有機発光半導体とヘテロ接合型有機太陽電池の発明によって現代の有機光エレクトロニクスの基礎を築いたことが 評価され、全米技術アカデミーの会員に選出された。2011年、科学合成及び特性の分野における詳細な創造的貢献、そして有機材料に対する理解が評価され、シカゴ大学のスチュアート・エイライス及びカーネギー・メロン大学のクリストフ・マテアシェフスキーとともに、ウルフ財団からウルフ小科学部門を授与された。 同部門を受賞した史上初の中国人である。東西文は華教であり、1947年に香港の元明で生まれ、祖籍は関東である。元明公立中学栄光書院を卒業後、1970年にブリティッシュコロンビア大学で科学、理学の学士号を、1975年にコーネル大学から物理科学の博士号を取得した。 1975年から2006年までは、イーストマンコダック社に所属し、研究科学者、上級研究科学者、女子研究員、上級女子研究員及び上級研究員を務めた。2006年に、ロチェスター大学に招聘され、2013年より、香港科学技術大学高等研究所の教授。香港科技大学サイバ会高等研究員 聖火新聞網、第3大示せ技、秋人青雲清アーカイブド2014年2月2日、アットザウェイバックマシン、科学網、人科学科、青雲教授2011年、坂氏夫科学港科学科脱坂史科、夫科学賞進化網、青雲博士アーカイブド2004年1月7日アット、ザウェイバックマシン、ユニバーシティオブロチェスターインベンターオブネクスト、 ジェネレーションディスプレイテクノロジー・ジョインズ・ファカルティ、高等研究院等は銀行を教授席アーカイブ2014年10月6日、ウェイバックマシン、グケンイミナトカイン12月成立。2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年1月11日閲覧。リージョナルインダストリアルイノベーションアワーズ・レシピエンツ。2010年10月21日閲覧。 Inventor of the Year.2012 年4月26日閲覧。ACS Award for Team Innovation.2010 年10月19日閲覧。Professor Tin W. Tan Wonard with Lifetime Achievement Award.2010 年10月18日閲覧。Tin Can Winner of Wolf Prize in Chemistry 2011.2014年10月11日閲覧。Technology Press. テクノロジーアワード2013。2008年11月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年10月2日閲覧。ザオプチカルソサイティアナウンス20レシピエンツオブ、プレスティージス、オサワーズフォー2 0 1 4 2014年10月11日閲覧。レシピエンツオブ IEEE 順、一西沢メダル。 2017年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年1月11日閲覧。NECC&C Foundation ーズ u r s 2018C&C Prize。2019年6月13日閲覧。人科学科2019年日本京都。2019年6月14日閲覧。中国学術会議在選。 第六届全国人有机分子、数集む合物光予劇工学、会大会在上海高重行、上海大学、青雲教授名誉博士学移住予式、学次会。2014年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年12月28日閲覧。introducing the 2013 CE Hall of Fame, the innovators. 2014年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年10月11日閲覧チンタンインダクテッドイントゥーナショナルインベンターズホールオブフェーム2019年6月14日閲覧ありがとうございます